はい、皆さんこんにちは、アドブローです。前回ですね、スピンがかからない説という、サムネイルでですね、多角形ポリとかラフ加工ポリっていうのは、意外とスピンがかからないんじゃないかっていう動画を出させていただいたんですが、いくつもコメントいただきました。本当にありがとうございます。で、今回なんですけれども、そのコメント、たくさんね、していただいたので、それに対して、ちょっとね、お返しをしていきたいなというふうに思っております。前回の動画、その意外とスピンかからないんじゃないのっていう内容に対して、1700回ぐらい再生されている時点でコメントが9件もいただいておりまして、比率で考えると非常に高いというような状態になっております。で、やっぱりその正解のないテーマだったとは思うんですね。はい、いろんな理論があると思いますし、いろんな意見もあると思います。で、そのいただいたコメントに対して、よりこう深掘りができるんじゃないかと思いまして、今回ですね、答えるっていうか、リアクションしていくという、そんなね、内容になっております。で、今回のそのコメントに対してのリアクションをしていくにあたって、改めてちょっとだけね、その僕のスタンスっていうのをおさらいさせていただきたいなと思うんですけれども、このチャンネルではですね、ご存知の通りかなとは思うんですが、皆さんからいただいたその質問だったり、匿名の質問だったりとかコメントに対して、アドブロっていうチャンネルなりの回答をさせていただいてるっていうのを、あらかじめこれからいただいてるんじゃないかなと思うんですが、その最初に言っておきたいのが、基本的に偉そうに喋ってますけど、その各プレイヤー、その本人が納得して使っているのであれば、何を選んでも何を使っても別に OK っていうふうに僕は思うタイプです。仮にそれが、初心者が例えば85平方インチのプロスタッフを使おうが、それは本人が納得していれば別に全然いいとは思うんですね。ただそれで上達したいんだよねみたいなになってくると、またちょっと話は別ですけど、本人が納得していることに対して、いやそれは違うよとかっていうのを言いたいとかっていうわけじゃないので、はい、そこはご理解いただければなと思います。ただやっぱりその今のそのラケット市場なりストリング市場なりって、一時期に比べると製品っていうのが非常にこう、多くなったと思います。で、選択肢がね、いっぱいあるし、でなおかつそのブログとかインプレのチャンネルとかっていうのもすごい増えたと思うんですね。なのでその、感想だったりとか、一方でその研究データがうんぬん、あそこの計測データがうんぬんみたいな、いろんな情報っていうのが交錯している状態になっていると思います。で、やっぱりそうなると何を選んだらいいのというふうにこう悩んでしまう人もやっぱり増えてるんじゃないかなと思うんですね。はい。なので、僕なんかみたいな、そのね、しがない一般人に質問してくださる人もね、いるっていうのはそういう背景があるのかなというふうに思います。で、基本的に僕のスタンスとしてはですね、その一般的にこうだよっていう話もするにはするんですけど、もしもその対面で友達に1対1でその道具の相談をされたら、自分だったらこういうふうに答えるかなっていう、そんなイメージでいつもやるようにしてます。ですので、できるだけ皆さんとそのポジティブなね、交流ができたらいいなと思ってこの動画を今回撮っておりますので、そんな感じで、楽しく聞いていただけたらなと思います。はい、ちょっとね、前置きが長くなっちゃいましたが、ここから皆さんのコメントに対するリアクションっていうのをしていきたいなと思います。はい、まず1件目ですね。今回全部で9件コメントいただきましたので全部見ていきたいと思います。はい、まずはね、田中さんですね、ありがとうございます。非常にガッツリいただいてます。読んでいきます。ラフ加工を施すことでストリングの強度を少し落として硬さを多少柔らかくする効果があります。某 TW、テニスウェアハウスですね、ガットやストリングのデータベースがありますが、ラフ加工してないものと、ラフ加工してないものとそうでないものを比べると、例えば 4G と 4G ラフ、アルパーとアルパーラフみたいなのを比べると、スティフネス、硬さですね、に約 10% 程度の差が見られる。で、それと同時にテンションロスのパーセンテージはラフ加工のものが、軒並み高い数値となってます。
強度を落としたせいでしょうか、まあ、つまりテンションロスが大きくなっているってことですね。で、食べ物に例えるならこの肉うめえんだけどちょっと家庭から隠し包丁入れて柔らかくすんべえよみたいなもんだと思ってください。ただし先ほどの例えにつなげて言うなら元の肉が美味しいと感じていないものならいきなりラフ加工の製品を選ぶ理由はないと思います。あくまでベースとなるストリングを扱いやすくしているだけのものなのでということでした。はい、めっちゃわかりやすい解説をありがとうございます。まあ、前回、多角形とかラフ加工の話とかさせていただいたんですが、まあ、正直ラフ加工についてはねかなり否定的な風に私コメントさせていただいたんですが、もうねあのラフ加工についてはもう、今回のこの田中さんのコメントを読んでいただけたらもう皆さんこうすっきりするんじゃないかなと思いますね。はい、肉に例えるっていうのは非常に分かりやすいと感じました。真似したいですね。はい、でまあやっぱりそうなるとベースとなるその自分好みのお肉、その食材っていうのを見つけられるかどうかっていうのがやっぱりポイントになってくる部分なんだろうなというのを改めて感じました。で、まあ、一方でここにも書いてあるんですけど、まあなんていうんですかね、物性値でいうとその硬さっていうのをちょっとこうマイルドに和らげることができる、でもテンションロスもしやすくなるってい うそのトレードオフの部分もあって、っていうのもありますし、であとはそのやっぱりなんていうんですかね、テンションを下げるっていう方法もあるのかなと思うと、現実的にはそのまああるストリングを選んでラフじゃないものを選んで、あちょっと硬いからじゃあラフにしようっていう人と、じゃあテンション下げようっていう人だと、現実的にはテンション下げる人の方が多いのかなってちょっと思ったんですが、実際はどうでしょうか。皆さんはどういうチョイスをされているのか気になるので、そこら辺もぜひ、コメントしていただけると嬉しいなと思います。ただめっちゃ分かりやすい解説コメントありがとうございます。ということで次行きたいなと思います。はい、次はですね、ベイビーフェイスポイントさんですね、質問です。2020年版 Eason 98にポリサーレブ125 50から52くらいで払おうと思うんですが、ラケットの良さが出ると思いますかということですね。まあ、ちょっとここは毛色の違う内容かなと思うんですが、お答えしていくような流れにしたいなと思います。で一応僕もその Eason 98の2022年モデルっていうのは一時期所有していました。で、まあ、現行の Eason 98も、まあ、結構使ってましたので、それで比べるとまあ全体的なフィーリングっていうのはちょっと似てるんですけど、なんとなくその2020の方が、まあ、フェイス周りが強くてシャフトがちょっとしなやかなイメージはありますよね。で現行は逆に言うそのフェイスはちょっとたわみやすくてシャフトがちょい強いかなぐらいのそのちょっとした差は感じるんですけれども、どうなんですかね、ラケット自体の良さっていうのどう捉えるかっていうところがすごい難しいところかなと思うんですが、まあ、ストリングで言うと、まあ、レブということでしたので、レブはまあ一応八角形に、まあ、シリコンの、まあ、滑りのいいタイプですね。はい、でまあレブもその僕ハイブリッドとかで、結構よく使ってるんですが、個人的にはそのEZONEに貼ってもあんまり使いやすくならなかったですね。でまあそれぞれそのストリングの良さ、ラケットの良さっていうところがあると思うんですが、まずそのレブの良さっていうのは僕はホールド感が強まるところだと思ってます。はい、まあ他にもいろんな意見はあると思うんですが、とりあえずここでは僕の意見を言わせてください。はい、レブはホールド感が強まる感覚をプラスできるストリングなので、で一方そのEZONEというシリーズに全体としてこう共通して言える部分としては、まあわりかしそのレスポンスの良さから生まれるスピード感、まあボールの速さとかだと思うんですね。でそこにレブを持ってくるとどうなるかっていうと、レスポンスが抑えられるんですね。はい、なのでそのスピードっていう点では極端ではないんですけど、そのマイナスになる可能性はあるかなという気がします。はい、なので、まあ、逆に言うとそのレスポンスを抑えてボールを押せる感覚を出したいとか、ボールが乗っかる感覚を強めたいっていうことであれば、このセッティングはありかなと思うんですが、じゃあそれってどうなのって考えた時に、どっちかっていうとラケットのその弱点とか足りない部分を補うみたいなセッティングっていうふうに言えるんじゃないかなと思うので、ラケット
ットの持つ良さを出してるのかって聞かれると僕はちょっと違うかなと思います。もちろん好みとか、各個人のフィジカルによって違う部分ではあるんですが、それ言い出しちゃったらね、何でもありというかキリがないわけですから、僕が思うレブの良さ、イーゾンの良さっていうところで考えるとちょっとそのちぐはぐな、組み合わせになっちゃうんじゃないかなと思います。まあどっちかっていうとそのポリツァープロとかポリツァーストライクとかの方がそのスピードを出しやすいかなというところがあるので、イーゾンと組み合わせんであればそっちの方が、スタンダードというか良さが分かりやすいんじゃないかなと思います。はい、ではコメント3つ目いきたいなと思います。ふうみんさんからいただいた内容ですね、凹凸があることでストリング同士の接地面積が少なくなるので摩擦が減ってスナップバックの量は多くなるのではということなんですが、まあ確かにこれも一理あるとは思いますし、その接地面積がちっちゃいからスナップバックが起こるよっていうふうに解説してる動画も見たことはあります。はい、でまあその接地面積がね、小さくなるパターンのそのラフ加工っていうのもまあ存在はするんじゃないかなとは思います。ただまあ経験則から言うとその面積もそうなんですけど、まあどっちかっていうと表面の摩擦係数の方がその影響が大きい気はするんですよね。でさらにちょっと細かいこと言うと、そのストリングのテンションによるそのストリング同士がこう押し付け合う力っていうのがまあ一定だとするとですね、まあ表面積、接地面積がちっちゃくなったらその分めり込みやすくなっちゃうのかなという気もするので、まあ結局その表面積もそんな変わんないんじゃないかなっていう気もするんですよね。はい、ただここら辺のその物理的な話をねどんどんしていっても別にあの研究室ではないので、ねえねえどうなんですかね、そういう話皆さん好きですかね僕は嫌いじゃないんですけど、ちょっとそのミクロな世界の話すぎてちょっとね、個人レベルでこれをね追求していくのは結構難しいのかなっていう気はします。はい、でやっぱり使っていると結局その表面の摩擦係数とかストリング自体が持ってるその、まあ、硬度というか硬さとかのその物性値の方がなんとなく感じやすいし影響が大きいような気もしちゃいますねというのが僕の意見です。でまあラフにも正直いろんな種類ありますよね。あの表面にその凹凸を持たせたタイプもあれば、へこませたタイプ、逆にそのボツボツみたいな突起をつけたタイプもあって、もう本当にねいろんなラフってなんていうんですかね、かなりこう統一感のない名称というかジャンルな気はします。ただまあ基本そうですね、一番知名度があってそのスタンダードとされるのは、まあ、ルキシロンのアルパラフとかフォジラフとかのあの形状なのかなと思います。でイメージ的には通常のがその大根みたいに割と表面はつるっとしたタイプで、ルキシロンのラフっていうとレンコンみたいにちょっとこう節じゃないんですけどね、くぼんでるような感じの形状がラフっていうイメージかなと思うんですね。でまあなのでそうするとなんか凹凸っていうかボコボコだよねそれみたいな感じですよね。でそうなるとその凸の部分にストリングが引っかかるというか山になっちゃってるので、やっぱ動きは出づらいんじゃないかなと思いますね。はい、でまあ逆にその RPM ラフとかだとロゴマーク上にくぼんでるようなタイプなので、こういうパターンだとまあ確かに面積減ったりするのかなみたいには思うんですが、難しいところですね。あんまりこのレンコンみたいにねボコボコしてる形状にしたからといってなんかすごい変わるのかっていうと、性能的にはあんまり変わんないんじゃないかなっていう気はします。はいね、どう使えばいいんですかね。で僕はあとその家でねストリング貼ったりしてるので、こういうタイプは貼りにくいから嫌いっていうのも、まあ、正直あるかなっていう気はします。はい、あんまりね、クロスにこれを持ってきたくはないですよね。はい、そんな感じです。すいません、なんか曖昧なね回答になっちゃいますけど、そんな感じです。
はい、では4つ目いきたいと思います。加藤さんからですね、デビルスピンはスライスサーブを打つと、引っかかりを強く感じますが、ストロークではそれほどでもない感じがします。止まっているボールを打つサーブと、回転して、運動量のあるボールを打つストロークで、その多角形ラフ加工、スナップバック重視の滑り加工でどのような違いがあるのでしょうかということでした。まあ、確かにその違いはあるのかもしれないんですけど、これが例えばその卓球のね、ラバーとかだと確かに相手の回転の影響をその受ける受けないみたいなね、話はよく聞くんですが、じゃあテニスのストリングでそれがどういうふうに影響するのか、相手の回転に対してどれだけ影響を受けるのかっていうのは、正直明確に言及されているものはまだ世の中には存在してないような気はするんですね。はい。で、僕が思うには、まあ、正直あんまりその影響はないと思います。はい。相手が回転すごいかけてるから、こっちのストリングの種類によってすごい影響を受けるとかっていうことはあまりないと思います。はい。ただ、その前回の動画でもお話をしている通り、ストリングのそのチョイス次第で打球のその打ち出しの角度とか食いつきっていうのは大きく変化するので、その結果まあ一番分かりやすい例を挙げるとしたら、相手がすごくこう滑るような低いスライスを打ってきた時には、まあボール持ち上げないとネット越えなくなってくるじゃないですか。でそういう時に引っかかりの弱い丸ポリだと、まあ返しづらく感じるかなと。で一方でその引っかかりの強い多角形だと、まあ弾道を上げやすくて返球しやすいなと、こんぐらいの違いはあるかなとは思うんですね。ただなんていうんですかね、その打つボールが止まってるとか、相手がその回転をかけてるからどうみたいなのを、その多角形とかラフとかスナップバック重視だから違いがあるのかって言われると、直接それが違うわけではないのかなとは思いますね。はい。引っかかり感が違うから、そのこういうボールは打ちやすいよねとか、そういう差はあるかなと思うんですが、まあ微妙なとこっすね。はい。まあちょっとその質問というかコメントの趣旨とは違うかもしれないんですが、そんなところかなと思います。あんまりこれ深掘りするとね、もう全然時間なくなっちゃうので、次行こうかなと思います。次は、テス西さんですね。スナップバックもスピンに関係ないっていう人もいるし、よくわかんないよね。具体的に作ってる会社が同じ人に同じ打ち方でやってもらって、こんだけ変わりますよって出してくれればとつきやすいんだけど、ということで、まあ、確かにね、おっしゃる通りだなとは思います。スナップバックがそのまあここ10年ぐらいですごく言われてますが、じゃあスナップバックさせなきゃ、スピンかからないのかっていうと、まあそうではないというのは、まあ前回紹介した、参考動画ですね、ストリングを接着しても、まあ、基本的には、回転はかかりますと。ただその程度の差がね生まれるっていうところはあるのかなと思います。まあ極端な話、その板で打っても回転はかかりますし、まあ、バットでテニスボールを打っても回転はかかりますし、まあ、スナップバックだけではないのは確かですよね。はい。でここら辺はやっぱりそのすごく難しい問題かなと思います。で製品の正確な性能っていうのをアピールするのであれば、やっぱりその再現性の高いマシンテストにしなきゃいけないし、まあ、そっちの方が信憑性は高いと思うんですけど、一方でそういうデータを見ても、まあでもそれってマシンじゃんって、じゃあ人が打ったらどうなの、実際はどうなのっていうところで、最終的には人が関与しないといけないんですけど、人間がやると当然同じスイングにはできないので、そこら辺のその再現性だったりとか、その道具が変わることによって、変化が起こるっていう、その別の要素も混ざってくるので、やっぱ難しいよなっていうところになってくると思います。でこれはまあ最近のその選択肢がすごく増えたっていうのは喜ばしいところではあるんですが、一方でその選び分け方とかの情報だったりとか、その、各個人に合った道具がどれなんだっていうフィッティングの部分を突き詰めていくための情報っていうのは、正直全然増えてないと思うんですね。一方的に道具ばっかりが増えていってる。でそれを解析するための、まあ例えばトラックマンがあったりとかっていうのはあるんですが、じゃあそれがなんていうんですかね、すごくこう
道具選びに貢献しているかっていうと、まあそこまででもないのかなというのが個人の印象でありますので、うーんね、そういった情報がもっともっとこうオフィシャルから出てくるのを願いたいなと思ってますね。まあそういう情報が足りてないんで、このチャンネルを見てくれてる人がいて、僕がまあ収益を得て、まあ、飯を食えてるっていう側面はあるんですけど、やっぱりその道具を作ってる側ですね、ブランドとかメーカーとかショップとかからそのユーザーが、まあ、もっともっとそのたくさんある中でどの道具を選んだらいいのか、まあ、道具選びで困らないようにするためのコンテンツが増えてもいいのかなとは思っております。はい、そんな感じですね。次いきたいと思います。6つ目ですね。へっちゃらさん、私ラフ好きです。個人的に打球感が柔らかくボールの落ちがいいと思ってます。あとは耐久性が強く切れにくい過去気がしてます。丸や多角形よりも良い意味で曖昧さがあるので、厚く当てたり薄く当てたり幅広く受容してくれる過去気が してますということですね。はい、個人的に今回いただいたコメントでこれが一番好きでした。はい、まあそうですね、そういう気がするっていう風に感じられてるだけでも、まあ、この人にとってはラフを選ぶ十分な理由にはなってるんじゃないかなと僕は思います。はい、ただまあそれが他の人にも当てはまるのかっていうところの再現性に関しては何とも言えない部分だなとも思うんですが、まあやっぱりその感覚的な部分ですね、個人の感覚的な部分だったりとか、その言葉にはしづらい曖昧なフィーリングの部分も実はそのセッティングをね煮詰める上では結構、大事ですし、プロでも全然、むしろプロの方がねそういうのかなりあるんじゃないかなと思います。でまあショップとか、そのチューニングショップとかに顔出していろんな情報をいただいたりするんですが、やっぱりプロであってもそのデータだけではない部分のこだわりがあったりはするんですね。で悪い方すると物理的には正直あんまり意味のないこだわりもあったりするんですよね。この位置に必ず何グラムの重りをつけてくれとかね、そういうのは結構あったりするらしいです。でそれは性能云々というよりはその人のこだわりだったりとか、まあ、ある種のおまじない的な側面だったりはするんですね。はい、で、まあ、ストリングで言えばこのストリングじゃなきゃダメって、なってる人に無理ぐり、こっちの方が性能いいしあんたのプレイに合ってますよっつってね、違うストリングを貼らしても、それはやっぱ本人がまあ安心して使うことができないと思うので、まあ、そこはねバランス感覚が必要なところかなと思いますが、まあやっぱりプロだったらやっぱりそこはね意味のないこだわりよりはやっぱその勝てるものにこだわってほしいなという気もするんですが、まあ難しいところだなとも思っております。はい、ということで、まあ、非常にね好きなコメントでした。へっちゃらさんナイスコメントだと思います。次いきます。次はルタンさん、ルタンスさん、うん、言えない、うん、なんですが、多角形は、タッチの感覚が悪くなるから使うのやめちゃった。ブロックリターンとかも引っかかる感じがして打ちづらかったし、まあ、ポリとナイロンのハイブリッドの方がスピン増えるしタッチの感覚もいい感じするなということで、はい、まあ、確かに、ね、僕も同じような感覚ありますね。多角形はやっぱりちょっとそのまあ、固めの素材、エッジを出すために固めの素材を使われることが多いと思いますし、その形状的に引っかかりが強い分、その振り上げる要素に対してボールが持ち上がりやすくなってしまって、ちょっとピーキーな感覚になるところもあるかなと思います。であとはその最近思うのは狙いと逆の結果になることが結構テニスってあって、まあこれは僕個人の話になるんですけど、多角形を使うと普通弾道上がるからアウトしたりとかね、の方はあるとは思うんですが、僕の場合は多角形使うとネットミスが増えるんですよね。はい、でパワーのあるラケットを使うとショートしやすくなる。で面の小さいラケットだとバックアウトが増えちゃったりするというところで、まあね、理由はあるんですけど、結構その巷で言われてるこれを使えばこういう風にショットが変わりますっていうのとは逆の現象が起こることはまあまああるので、ここら辺がそのね、なんていうんですかね、さっと調べただけだとなかなか問題解決につながらない要素になってんのかなと思いますね。その巷で言われているその
一般的な道具選びの基準だけだと理由が分からず解決できなかったりとか、結構悪化してしまったりとかっていう部分なのかなと思いますね。はい、でハイブリッドに関しては僕結構好きで、これまでも何十種類もやってきたんですけど、まあ、ハイブリッドでその選択肢が多すぎてなんか沼っちゃうのが困ったところなんですが、まあそれもね含めてストリング選びっていうのを楽しんでもらえたらまあいい、それでいいのかなというふうに考えております。どんどん次行きたいと思います。一同霊さん、この、議題はなかなか結論が出ないところでしょうね。個人的には多角形やラフの方がすっぽ抜けにくい安心感を感じますが、肘に負担がかかるのでポリは張りませんが、ということで、使わへんのかいという感じではあるんですが、まあおっしゃる通り、このテーマで明確な結論が出ることはないと思います。はい、でもちろんそのラボというか研究室的な意味でのそのデータ測定だったりとかマシンテストみたいなものであれば、そのストリングがどういう形状がいいとか、まあ、どういうその表面の仕様がいいのかっていうデータっていうのは出てくると思うんですが、やっぱりその最後は使う人の人間側の感覚っていうのがどうしても関与してくるので、まあ、データとか機械的な性能だけで結論付けることができないっていうのが難しくしている部分なのかなと思います。でやっぱりそのコメントにもあった安心感っていうのも、これすごい難しい言葉だなと思っていまして、やっぱりこれって安心感って定量的に計測できないじゃないですか。はい、人によってはそのポールが引っかかって持ち上がるから安心っていう人もいれば、まあ最近僕が使っている E ゾーンのから感じる安心感っていうのは、弾道が勝手には持ち上がらないくて、そのなんていうんですかね、老けちゃわない感じの低く安定した弾道で飛んでくれるっていうね、そういう安心感もあって、もう同じ言葉でも違う意味だったりとか、違う性能とかを表してたりもするので、いやもう本当にね、インプレっていうのは難しいなとやってみて感じておりますという感じですね。はい、でももちろんその最初にも言ったんですけど、まあ最終的にはですね、まあ、各プレイヤーがまあ、その自分で判断して、自分の、使うものっていうのを選ぶことができればそれがベストだと思います。はい、こんなね、なんていうんですかね、僕が質問に答えるみたいなのがなくても、そう、それぞれが判断できればそれはもう一番いい状況だと思うんですが、まあそうなるとね、インプレ動画とかインプレ記事とかもねいらなくなっちゃうかもしれないので、僕が食いっぱぐれちゃうので、うん、そうならないといいなとも思うんですが、なかなかね難しいところですね。はい、では最後いきたいと思います。納豆さんですね、おおむねアドブロさんに同意ですが、スイング速度が低くスナップバックが十分でない人は摩擦の多い多角形の方が、スピンがかかると思います。ただその場合は打感が硬く感じられるので、まあ、結局選択しないような気がします。ラフ加工は使わないのでわからんということでしたね。はい、ということで、まあ、最後のコメントなんですが、まあ、最終的にはラフ加工はね、使ったことがないということで、まあ使わんのかいという感じなんですが、まあそれでも全然いいと思うんですよね。はい、でまあスイングスピードとその性能の問題のところっていうのは非常に複雑なところだと思います。でおっしゃる通り、ある程度やっぱスイングスピードっていうのがないと、まあスナップバックもあんまり関与しないと思いますし、まあ当然そのスピンをかける上では、推進力とその回転に加える力とっていうところにこう力がね、分散というか分かれてしまうので、まあ、そもそものその総量がしっかりないと、まあ、いけないのかなと思います。はい、でまあ以前のそのコメントというか質問箱にもいただいていたので、そのスイングスピードっていうのを定量的に測ってそのインプレはできへんのかいっていう、そういう質問をいただいたこともあるんですが、まあ難しいですよねというのが僕のスタンスです。はい、でやっぱりそのゴルフとかっていうのはすごくデータ分析からの道具選びっていうところがすごく進んでると思います。ただやっぱりテニスはゴルフと違ってほぼ全てオープンスキルの中で、行われる競技ですので、まあその
なんていうんですかね、フォアもあればバックもあるし、ストロークがあればボレーもあるし、で相手から飛んでくるボールも一定のスピード、一定の回転ではないし、というところで、サーブは基本的にクローズドスキルではあるものの、相手とのやっぱ駆け引きもあるし、ゴルフとかと比べるとより、そのクローズドスキルの中でもちょっとオープンに近い部分もあるっていうような感じなのかなというふうに思うんですね。はい、なのでそのスイングスピードっていう項目に限って言っても、あんまりその確率的に評価できる指標がない気はします。はい、もう本当にね、フォアのストロークのスイングスピードだけっていう感じで限定してやることはできると思いますし、まあトラックマンとかはわりかしね、そこら辺のその球速とか回転数、打ち出しの角度みたいに評価してね、最近動画ですごいいっぱい見かけるようになったとは思うんですが、とはいえあれもな、そういう限定的な状況の中だけのデータ計測なので、まあ難しいよなっていうぼやきです。はい、そんな感じでございます。ということで今回の動画のまとめいきたいと思います。非常にね、長くなってしまったんですが、今回はですね、前回の動画にいただいたコメントに、まあお答えするというよりはリアクションをしてみましたという内容でした。で、毎回思うんですけど、本当にこれだけマニアックでピンポイントな内容の動画に複数の人が動画を見てくれて、でコメントしてくれてるっていうのは本当にね、ありがたいなと思います。で、登録者数も、先日、4000人を、超えることができました。本当に感謝感謝なんですけれども、ただまあこれからもこういう Q&A の動画作っていくと思うんですが、まあ基本的には質問してくれた人に対して、その1対1で向き合っているつもり、その友達と対面で話しているようなつもりで、やっていきたいなと思ってます。はい、本当にいろんな理論とかいろんな情報とか出回ってると思うんですけど、まあ思うにですね、情報が溢れすぎてるとかえってその選ぶことができなくなってしまうので、質問してくださった方のその選択肢を絞るための、アドバイスっていうとおこがましいですけど、そういうお話ができたらいいなと思っています。はい、ということで、まあ、今後もこんな感じでマイペースにいろんな質問に答えていくつもりですので、はい、楽しんでいただけたら嬉しいです。はい、めっちゃ長くなっちゃいましたね。かなりラフな動画でしたが、はい、皆さんからのコメントいつも拝見しております。また今回の動画に対しても何かあればぜひコメント書き込んでいってください。はい、ということで今日の動画以上です。それでは。